ということで、録画開始をしてなかったね。録画開始です。こんにちは。とりあえず、アカシックバーストをね、ささっとやっていきたいと思います。もう今度はゲームを知ってるから、いけるぞ。私ね、アカシックバーストのゲームの仕方がわからなくて、今までね、まともなプレイをしてこなかったんですよ。だから今回はね、まともなプレイができたらいいなと思いまちゅ。チュッ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 。しばらくお待ちください。ゲームフォルダを開いていませんでした。画面の切り替え、あ、そうだ、忘れてた。本日あれですね、本日、あれです、あれです。あれですよ、あれ。あれだよ、あれ、あれ。そう、プレゼント企画。プレゼント企画の発表日でございます。だいたい、じゃあ、まだ応募できます。前半、後半の間ぐらいに発表したいと思います。まあ、そこそこプレゼント企画の、メール来まして、30% ぐらいですかね。今ならだいたい3割ぐらいでね、当選いたします。俺の計算が間違ってなければね。で、内容はですね、君が見た光3体験版、アシタンクさん猫、コンプリートアルティメットエディション、アレキサンドライトプロリプ音量を抽選で3名様にプレゼントいたします。7色@7色.org のメールアドレスにプレゼント企画応募のタイトルで送信してください。まあ、詳しくは、7色.org のね、ホームページにね、来てください。ミクトリー見てください。ということで、これスクリーン映ってない。いや、まだインストールできてないからいいよ。詳しくは7色でググろう。あ、7色で多分出るね。出ると思います。ということで、コンフィグしとこうかな。大丈夫か。違えた。これか。あ、俺の顔が左、右下の顔がなくなってるか。これなんだ。これです。はい。ドットコムなくなったんだ。ショット、シールド、スロー、コマンドどこした？コマンド、コース。ということでね、やっていきたいと思います。チャンネルリングリング。コマンド覚えてないよ。あれ、どうやんだっけ。
あー、そうかそうか、オッケーオッケー。いや、これね、やっぱね、分かりづらいよね。ショットバージョンが話すだけでなんか出るか。あ、出ね。あ、こうか。いや、これか、やるよな。あ、こう。ボムってどうやんだっけ。なんか出た。あれ使えない。これってかすむんだっけ。大体合ってる。大体合ってる。なんか出た。あ、当たった。あ、そっか。そっかそっか。そっかそっか。ボムのやり方思い出したぞ。わ、わ、強い。あれ、ボスたまんねえな、なんか。ボス撃ちたいんだけど。ば、え？待って、今さ、予告と、え？あなたそこに予告出てた？ちょっと、予告と一緒に、動いてよ。砲台が動いてたのは分かったんだけど、斜めに撃ってくるのかなと思ったら、いや、まさか嘘予告とは。え、どうやったらボス撃てんの。たまんないな。たまんない。そんな。いや、ボスボーダーが見たかった。あ、これあれか、敵弾が飛んでくるあれがわかる。とりあえずボム連打しとけばいいよね。あ、これも強いな。死んだ。
このゲームコンティニューない方がいいんじゃないかな。コンティニューなしの方がもっとこうな、あの激しくクソゲー感が。あれなんか意外死んだぞみたいな。ジューン。マジでオフにできるの？ひどいな。あ、死んじゃう。これなんかコンティニューなんかいけない。詰まった。大丈夫だった。ゲージがないよ。ゲージがないよ。今下を押したつもりだった。ボムは貯めとかない。スクラン来た。あ、来た。来た。やったー、俺でけー。どうやんだっけ、やり方わかんねえ。やったー、ついてたー、満足しちゃった。そうそう、コンティニュー、これコンティニュー回数は俺何回してるか分かんないな。おえ、バグ？え、バグ？何がバグ？何がバグ？このゲームに関してはバグだかバグじゃないかわからないんだが。ひくれ前にして撮ってるんだ。なんか別に問題なく進めるんだけど、ように見えるんだけど。
あ、雑魚的が、え？とりあえずバグってしまったようですもんね。アカシックバースはここで終わりたいと思います。これ以上ちょっとこのバグった画面をね、こうね、録画もしてるし、晒し続けるのも、とりあえずまあじゃあ終わりにしましょう。これアカシックパースでした。いや、秋高くんのは仕方ないよね。いや、え、なに、1フレーム前にってどういうこと。1フレーム前、敵出現1フレーム前にすると敵はそれ以上、あー、1フレーム引いたか。じゃあ、これ、ね、いやー、おかしいなおかしいな、なんで俺がゲームやるとバグるんだろうね。じゃあ次はクロックウォーター。あ、まあ、あの、放送開始前に言った通り、今回のゲームはわりかし皆さん知ってるゲームをちょっとサクサクっていうか、まあここまでか、まあサクサクっといきたいと思います。体験版アカシックバースはでもほとんどできてるんだよね、確か。まあ、ほとんどできてるゲームは逆に、あ、おー、パパパパ。やらない方が楽しみ。俺デバッガー協会にさ、こう、はい、入った方がいいんじゃないかな。スキンのブラックアートね。あ、ブラックアートはあれ完成版、あ、ブラックアートやりまくってないよ。ブラックアートワンプレイだよ、実はあれ。長かったけど。ブラックアートはワンプレイだよ、やってた。実は。あ、体験版をやりまくってたってことか。そういえばそうだ。ブラックアートのほぼ完成版を最後の方までプレイしてつまんないって文句言ったかな。フローリップはだってびっくりはできなかった。いいでしょ、別にその辺は。あ、そうぞ、いい気すんな。そうそう、自分がね、昔から見てる配信者の、ベルツという方が、なんか夜、うちのゲームをやってくれると聞いたので、期待しています。まあ、さっきも工場長がやってたんだけど、なんかやっぱ自分のゲームを自分で配信で見せると、いろいろとね、いや、別に、それ恥ずかしいとかそういうんじゃなくて、あの、かなり、攻略的な意味でまずいんで、あ、こういう風にするゲームなのね、みたいなね。ある意味、あの、やり込みすぎて別ゲーになってるんで、俺自分でやると。自分、あ、念には強いんですけど。
なんかプロリップ話、俺ちょっと俺が話してたプロリップ話になっちゃう。おかしい。ちょっと待ってね。コントローラー絡まったんで。クロックウォーターは、あ、ボタン配信か。コンフィグが必要だ、このゲーム。ベイトアップ。ん？どうやって設定するんだ？あれ？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ん？キーコンができないと。このゲームってキーコンできてる？使用に勝利したね、昔。この中に設定ないよね。あれ？ちょっと待って。コンフィグでしょ？コンフィグでしょ？ん？バン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 ！は？ん？なんでこれ機能しないの？こういうのってさ、これボタンを押したところが反映されるって言うんじゃないの？さ、これさ、前はコンフィグできたじゃん。前できたじゃん。あ、カナ入力有効。ありえる、ある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 、それある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 あるある。いや待って、カナ入力とか関係ねえよ。パッドだもん。ちょっと待ってよ。ねえよ。カナ入力が関係ねえよ。突っ込んじゃってまずい。ゲームパッドにカナ入力関係あるとか初めて聞いたよ。マジコン的倒せないんだよ。結構増えてる。あれ？あ、これ難しい。そっか、タイムが増えない。終わった。てか、なんか相変わらず効果音がなんか寂しいゲームだ。てか、エンドレスモード3分の間にたくさん通すか。まあとりあえず、まあいつも通りレートをマックスにしていきましょう。
規定数の敵部隊を、あ、画面が映ってなさそう。あれ？体験版じゃないの？いや、わかんない。いや、なんかこれ製品版だとなんかバグ増えてるよ。え、これいつまでやる？タイムリフトが増えてる。よくルールを見ていなかった。なんかスコアの音を立ててるんだけど、なんかこのモードつまんないから、よくわからん。だいたいゲームの終了の出方が分からなかったんで落とした。ん？タイムアタックモード、クリックすると死亡。何をすると続集。いや、書いた。なんだ、じゃあ前回のゲームなくなっちゃったの？前回のって一応これか、炸裂弾でさ。これだったの？炸裂弾で。これだったの？確かさ、あのこれをガンガン打ってたら次から次へと敵が出てきて、とっても楽しいことになったのかな。え、遅くしてループしたら早回し。いや、ガンガン早回しじゃなかったっけ。確か敵がガンガン出まくって、確か爆発が、あ、そう思い出した。あのこの爆発のあれが、あのでクロックを早くしても確か早くなんなかったんだよ。出なかったっけ、爆発が。いや違う、遅くなったのはあれ処理落ち。確かクロックレートを最大にすると、あのこの巻き添え爆風が速さが変わらなかったの。こんぐらい長かったの、速くしても。それでほら今回爆風が速くなっちゃったからできないっぽい、ね、あ、遅くしてた。え、そう、え、あ、ちょ、え、速くなった。あれ、じゃあ俺どうしたの。遅くしてた。あ、じゃあこういうこと。あれ、俺あの処理落ちだと思ったの。
そっかそっか、あ、わかったわかった、あ、そういうことか。超遅くしてボーンさせて、もう爆風があちこち溜まり続けたら速くするわけ。あ、打ちすぎて死んだ。なんか対策されてるのは気もしないけど、ランクが超上がるっぽいんで、ランクをめちゃくちゃ上げとこう。ランクマックスにしとこう。 0.1 倍出る。あ、マジで。あ、で 0.1 倍で、じゃあ超遅い、これやってで、あれか、超溜まったら早くするのか。まあできれば。やらかした。難しいな。テクノックあっちゃったかな。ずらすぎじゃない？うわということで、クロックオート 0.7 でした。なんだ。さすがにバグ修正されてたか。バグだったのかわからないけど。じゃあ次は、スーパーマテマテレーズ。なんと、オックスクローンになってましたね、今回。暑い暑い。まだ32度あるんだよね。
かおまけが入ってる。待て待てごめんなさい。そう、なんか石小石制作者が待機してる。超待機してる。待て。プルプル。メニューってなんだ。早いだ。てかさ、待て待てはさ、思うんだよ。今まで体験版でいろんな方向のさ、視点があったじゃない。さて、お別れの時間来たようだ。いろんな、視点があったじゃない。一つのゲームの中にもさ、この面は奥スクロール、この面は横、この面は上ってさ、全部入れちゃえばいいんだよ。今までのゲームを。と俺は思うんだよ。もう全部入れちゃおうよ、一緒。ね。俺もそれで解決すると思うんだよ。まとまれ。そしたらね、こうね、プレイヤーもちょっと待て待てってなるから。俺もそれでなんか解決すると思うんだ。なんかもう最終的にはこの奥方向でもう行くって言ってたけど、正直この奥方向は今までの待て待ての中で一番つまんないと思う。俺もうはっきり言う、一番つまんないと思う。この奥はテーマだからさ、横のバージョンとかだじゃん。横のバージョンから、こう、一回、奥スクロールになったりとかしたら、うおって思うけど、あのゲームで奥スクロールなだけだったら、非常につまんないと思うんだ。というか、俺があのタイプのゲーム嫌いなだけなんだけどね。あのタイプの、奥スクロールゲームが嫌いなんだよ、俺。正直。フライトシミュは別にね、フライトシームは放送ではやんないけど、実はそこな嫌いじゃないんだけど。好みというか、俺、あれ長かったとしてもつまんないと思うんだ。ごめん、ハイパーゾーンか。ハイパーゾーンは面白い。ごめん、ハイパーゾーンは面白い。あれは、面白い。ハイパーゾーンは面白い。ごめん。ダメだな。
ハイパーゾーンは許す。ハイパーゾーンは面白いだろ。ハルケン、みんな知らないだろうけど、知ってるのかな、ハイパーゾーンだって。知らないでしょ。ってことでね、視聴席行きます。うん。だってさ、俺マガツキもつまんなかったもん。行っちゃうとさ、マガツキつまんなかったもん。あれ、みんな面白いって言ってたけどさ、俺つまんなかったもん。めちゃくちゃつまんなかったもん。ハイパーゾーンは面白いけど、つまらつきがつまんなかったの。それつまんないって、つまんない、つまんない、つまんない言いまくったら、一旦でまた叩かれたんだけど、ナナポは何も分かってない。ハイパーゾーン、ハイパーゾーンしか言ってない、こいつに言われたけど、しょうがないじゃん。つまんなくて話すことなかったの。ごめん、俺シャフトダイバーももらったんだけど、実は製品版一回もプレイしてないんだよね。体験版もちょっとやったんだけど、製品版もらって一回もプレイしてないんだよ、シャフトダイバー。ほら、オクスクロールシューティングのね、面白さ、わかんない、俺。で、フライトシミはフライトシミは別にね、そのね、煽ってるわけじゃないんだけど、スクローシューティングはね、うん、どうなんだろうね。だから、ハイパーゾーン作ってきたら満足するよ。ただ、ハイパーゾーンをやった人は、これ F0 を、F0 をオクスクロールして、レース要素をなくしただけじゃねえか。多分みんな突っ込むだろうけどね、知らない人がやったら。バンバンバンって言うんだろうと思う。いや、ていうかね、つまんないジャンルっていうか、つまんないジャンルっていうか、そのゲームがつまんないんだよ。ぶっちゃけると、あ、でも面白いオクスクロールだったら面白いと思うけど、つまんないオクスクロールつまんないでしょ。俺はそう言ってるだけで、あのマテマテレーザーは要はあのね、だから今まで横とか見下ろしとかあったけど、一番奥のバージョンはつまんないってこと。俺だからあれでポンチさんが行くって言った時は非常にちょっとがっかりしたんだ。まあ、これがね、実はね、こんなポンチさんをね、別にこう、煽ってるわけじゃないんだけど、ポンチさんはとっても偉い方です。なんと、私がね、一番最初にお買い物を行った時、戻ってきたら、クロウさんのスペースが大変なことになってて、ポンチさんがね、一生懸命ね、私の代わりに配布しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。こんなね、ナナポがいなくなるからね、大変なことになってしまったんですよ、サッキルスペースが。でも、待て待てのオクスクロールは面白くないと思う。でさ、俺またコンフィグ聞かないんだけど、何なんだろう。俺最近コンフィグが効かないのにかかってんのかな。あ、最近俺コンフィグに嫌われてるみたい。これなんかさ、2連続で来ると俺の環境が悪いのかなってちょっと思っちゃうよね。
よし、ということでね。いや、一応俺クロロさんに確認したんだよ、その買い物に行くの確認したんだよ。俺さすがに無確認で行ってきますって言ったわけじゃなくて、クロロさんちょっと多分クロロさんまずいかもしんないんだけど大丈夫かな、まあ大丈夫でしょうみたいなこと言って、あ、じゃあちょっと本気で急いで行ってきますからって言って、大変なことになった。あ、ということでね、まあ、その話は、まあ、後にしてその後の話は後にして、使用席をやっていきたいと思います。このゲームもね、作者の方がいらっしゃるので、下手なことは言えませんね。まあ、下手なこと言えないっていうか、もうコーヒー動かなかったんだけどね。ちょっとコーヒーから作り出してこい。コーヒーできないのは困るんだ。困るんだ。ボタンかっこいい。低速ボタンは4ボタンか、あ、4ボタンならなんとかいけるかな。あ、低速ボタン使わなければいいのか。作者がいるから変なことは言えない。ちょっと分かってない。変なことっていうのは、あの、誤解を招くようなことは言えないということです。正しく。できやがった。変なことっていうのはそういうことです。あの、俺が言った適当なことを本当に言った、本当に適当言った適当なことを本気でこう実装するとひどいことになる可能性がある。そういうところを気をつけて。例えばこのゲームを突然オックスクロールゲームにしようぜとか言ったら困るでしょ。そういう変なことは言えないんです。それに近いようなことを時々私は口をしてるんです。シードサーズあたりにホーミングレーザーに無敵をつけるべきって言ったら全員に叩かれたからね。別に会話がちっちゃいのは珍しいの。なんかうちの放送でさ、あの、会話が小さいのって珍しくない？あ、知ってた。よくさ、会話はみ出るのにさ、このゲームは会話がはみ出ない時点でかなり高評価で。会話は普通はみ出るものだからね。そう、はみ出ない確率の方が低いから、その辺やっぱよくできてる。でもこれノーマル一面からにしては難しいと思う。難易度が。おうおう、あ？あ？いや、ちょ、いや、ここは作者がいるから言うわ。あの会話とかすごいこう演出が持てるんだから、そこは頑張ろうよ。あ、そういうことか。びっくりした。あれだね、あれか、あれ方式か。なんだっけ、あったな。忘れちゃった。それあれなんか、後ろ隠さない方がいいね。アスタレイザー方式ね。びっくりした。後ろ隠さない方がいい。びっくりした。非常にびっくりした。あ、俺もこのもう、うん、なんかクリア。びっくりした。非常にびっくりした。でも会話読んでなかった。
あ、本当に言わない。あと、あと、あと、体験版には、体験版にはコンテニューをつけてください。お願いします。結界 ?3 ボタン、はい、で俺このゲームはもうキーコーヒーができなかったんで何ボタンがどこにあるのか分かってますけど、結界3ボタン欲しいのに動かないし、そんなに動かないよ。迎撃じゃないって迎撃って言っちゃったけど、一定期間バリア、要はバリアで、そのバリアはいつになったって言ったの。あ、ちょっとやるじゃないか死ぬタイミングでやるじゃないかって言うのあれ、ね、あ、そうですか、死にましたね。あ、下のゲージか。下のゲージ。はい、初心者もしっかり追求していきましょう。はっ？はっ？あ、こっちだ。消費者だ。
まああれだね、使ってみればいいけどね。フォームが売ってる。わお。当たった当たったやった当たったやったやった、会話中に攻撃が当たった。しかもタダボムだから、結界中タダボムを当てた。ルパじゃん。あ、間違えた。システムが分かった。今となっては貴様なんだ。このゲームはボムが打ちまくりということが分かった。やっぱああいうことを知らないとね。あの会話前に当たるかみたいな。最終的に結界とボムを間違えるの。申し訳ない。ほうほうほう、ばちょ、あれ、やばい。あの紫の玉が赤い玉の下に来る。これまずい。これはまずい。殺さないとまずい。硬い。海外優先順位や。いや、まあでもこれはこれでこういう攻撃だと思います。赤い玉に隠れてくる紫。第二形態かと思って撃っちゃった。今会話ちょっと
下が会話が出て、これおっさんのくせに強い、このおっさんあのおっさん、おっさんのくせに強いうちの配信で強いおっさん初めて見た。見たことないよ。見たことない。使えるもんは何だって使えるさ。使えるさ。クリアするぞ。はっ、しばー、基本はバズり。
見えてなかった。悔しい。あ、これボムって回復しないのか。死亡でボム回復すると思って受験。あれ、この携帯あったっけ。さっき即死させた。あ、来た来た来た。あの最中に攻撃してくるんだ。会話中に攻撃とはなんと卑怯。おかしいな。これむずくね。ワンチャレンジ。たまらんもんだな。あ、しまった。くそ、先制攻撃ができなかった。なんていうことでしょう。そんな、そんなガチで戦うなんて、そんな意外と強いのよこいつ。
ボム撃ったー。違うんだ、そっちじゃないんだ、この貴重なボムが。しかも残機も減った。押し間違いは痛いな。あれ、タイミングおる。あれ、あららら、もうちょっと削るなって。あ、別におっさんっていうことは年取ってないよ。それは強いわ。しまった、遅かった。確かに、ここ撃ってくる、ここ撃ってくる。クソ、会話中に撃ってくるんだ、ひどい。これ強くね？あ、無理。キーコンできればいけるかもしれないが、ちょっとボタン配置が非常によろしくなかった。決めつえな。よし、ということで関商戦でした。ただこのゲーム、システムが非常に分かりにくいんで、その点クリアしないと俺の最初のプレイみたいに確実になるんで、そこはなんとかしないといけない、したい部分ですね。録画まだ1時間15分。コンフィグテキストでできたか、そうか。あ、じゃあちょっと早いけど、ここからで前半戦切っとくか。